イングランドの演劇。本校ではイングランドにおける演劇について説明する。演劇はローマ人たちによってイングランドへともたらされた。そして上演のための場所としてオーディトリアムが国内の至るところに建設された。中世紀までには国内にて民族劇や民族舞踊のが発展しており、それらの内容はセーゲオルビオスによるドラゴン退治や ロビンフッタを取り扱った者が中心であった。これらの作品は古い物語を語り直した民話や伝承が元になっており、俳優たちは町から町へと旅をしては、監修の前で講演を行い、その見返りとして金やもてなしを受けていた。神秘劇、または奇跡劇、両者は時にそれぞれ違うものとして区別されるが、 用語としては交互に使用されているは、黎明期においてはフランスを中心とする中世、ヨーロッパで公式に発展した演劇がある。中世の神秘劇は、交渉化を伴う、活人が同様、教会内において、聖書の物語を再現することに焦点を合わせていた。これらの劇は10世紀から16世紀にかけて発展し、15世紀には、その人気が頂点に達し、 プロフェッショナル演劇が誕生し反映していくことによって時代遅れのものとなった。名称は奇跡、ミラクルという観念において用いられた神秘、ムストリーに由来する。しかし時に語源は手工業ギルドによって行われた演劇であるクラフト、クラフトを意味するミステリウム、ミステリアムであると引用されることもある。中世後期より完全な あるいはほぼ完全な形で現存している、英語で書かれた聖書劇群が存在している。最も完全な形で残っているのは四十八のパジェントよりなるである。これらの作品は、ヨーク市内にて14世紀中頃から1569年まで上演された三十二のパジェントよりなるもある。これらの作品は真のサイクルであったとかつては考えられており、 中世後期の1576年まで、ベイクフィールドの街にて、生態のしく日頃に上演されていた。ルーコベントやヘッジサイクル、ヘガサイクルとも呼ばれるは、少なくとも三つの古く、そして互いに関係のない劇を改訂し編集して作成されたものであり、そして24のパジェントよりなるは、エリザベス朝時代に中世の伝説を再構築したものであると、 現在では広く意見が一致している。新約聖書を題材とした二つのパジェントとノリッジ及び入ッするアポンタイにて一つずつ発見された野外劇も現存する作品である。それらに加えてマグナラのマリアの生涯を元にした十五世紀の劇作品と十六世紀の劇作品、セパウロの改新が現存する。共にイーストアングリア地方より出てきている。 中英語で書かれた劇作品以外にはの名で知られている、コーンボール語で書かれた三つの劇が現存している。これらの聖書劇群は内容において大きく異なる。ほとんどの作品は、ルシファーの堕落、人類の創造と堕落、カインとアベル、ノアの箱舟、アブラハムとイサク、キリストの降誕、ラザロの蘇生、キリストの自慢、そして、 キリストの復活といったエピソードを含んでいる。他の野外劇は、モーセ、預言者の行進イエスの洗礼、荒野の誘惑、そして聖母の非焦点と体感の物語を含んでいた。これらの作品は、新たに発生した主工業ギルドによって講演されるようになった。一例として、ヨークの織物業者は、野外劇、最後の審判を講演した。他のギルドは、 自らの職業に関連したシーンを提供した。例えば大工たちのギルドは、ノアの箱舟を建造するシーンを提供し、パン屋たちのギルドは、パン五つ、魚二匹の奇跡を描いた劇に協力した。そして、三賢者の訪問では、賢者たちが捧げる、黄金、入香持つ役が鍛冶屋たちのギルドから提供された。しかしギルドは、すべての町にとって、 劇を上演する方法だと理解されるものというわけではない。チスターの野外劇がギルドとの関連があった一方で、N、タウンプレイがギルドと関連があった、あるいはの上で上演されたことを示すものはない。おそらく著名な神秘劇の大部分は、少なくとも、現代の読者ないし観客にとっては、ウェイクフィールド作品群であるが、不運なことに我々は、タウンリー写本が、 本当に、ウェイクフィールドにて上演された劇であるかどうかを知ることができない。しかし、中に登場するホーベリー・シュローギスは、シティオブ・ウェイクフィールド内に所在する村への言及は、強く示唆に富むものである。道徳劇は、中世紀及び、中大長期の舞台語略の一ジャンルである。その前世紀には、これらの劇は、中間劇、道徳的なテーマを含む、 含まずにかかわらず、劇作品に対して与えられた用語として知られていた。道徳劇は、主人公が様々な道徳的属性の擬人化した、ものと出会うアレゴリーの一類一である。作品中で、道徳的属性が擬人化した存在は、主人公を信心深い生活、または悪の一つへと借り立てようとする。ヨーロッパにおいては、 道徳劇は15世紀から16世紀にかけて最も人気があった。は15世紀後期の道徳劇作品である。ジョン・バニアンが1678年に第一部を発表したキリスト教的類い物語、天ン歴帝のように、エブリマンは、空話的な登場人物を用いることによっての問題を、そして救済へと到達するために人間がなさねばならぬことを考察する。 その前提となるものは、人間の人生における善悪が、元長中の記述のように、死後に神によって感情されるということだ。月記は、エブリマンの生涯の空和的会計である。エブリマンは、全人類を意味する。行動していくうちに、エブリマンは彼に同行する他の登場人物を、納得させようとする、彼自身の評価を向上させられるという希望を抱きながら、 すべての登場人物も、また偶話的な、一人一人が仲間意識、道具、そして知識といった抽象的な概念を擬人化した、ものである。善悪の葛藤は、登場人物間が、相互に作用することにより劇的に表現される。として知られている時期、大体1500年から1660年にかけては、演劇、そしてすべての芸術の最盛期であった。 最初期の英語で書かれた喜劇の候補作となるのは、以下の二作品だ作、1552年頃と、作者不詳、作と推定されたことがあるの、ガマーガートンの縫い張り、1566年頃。これらは16世紀の作品とされる。エリザベス一世一世か、1558から1603年、及び、ジェームズ一世一世か、1603から25年。 すなわち16世紀後期から17世紀初期にかけての期間はロンドンを中心とした文化。それは宮廷風でありなら大衆的でもあったが優れた詩と演劇等を生み出した。劇作家たちはイタリアの方に興味をそそられており、イタリア人俳優の著名な集団がロンドンに定住していた。言語学者で辞書学者の彼の父親はイタリア人であったわ。 ジェームズ一世下の宮廷にて語学の個人教師を務めていた。フローリオは、ウィリアム・シェイクスピアの友人であり、影響を与えた可能性がある人物であったが、彼がイタリア語及び、イタリア文化の多くをイギリスへ伝えていた。フローリオは、ミシェル・ド・モンテーニュの作品を英語に翻訳した人物でもあ。エリザベス・朝最初期の劇作品の中には、トマス・サック・ビル作、 1561年とによる復讐悲劇1592年が含まれる。これらの作品はシェイクスピアのハムレットに影響を与えた。シェイクスピアはこの時期詩人、劇作家として今のところでは無比の存在として際立っている。彼は専業の文人ではなかったし、そしておそらくはグラマースクールでの教育を受けただけであ。 彼が執筆を始めたとき、弁護士でも政治家でもなかったし、当時のイギリス劇団を牛耳っていた、大学祭人でもなかった。しかし彼は大変な才能があり、信じがたいほど多彩であった。そしてこの蘇生の怪しい、舞台を揺るがす者、シェイクシーンをあざけった、ロバート・グリーンのような、プロの劇作家たちを超える存在となった。彼自身俳優であり、 自作の劇を上演する劇団の運営に深く関わっていた。この時期の大多数の劇作家たちは、特定のジャンルを専門に扱う傾向があった、歴史劇専門、あるいは喜劇ないし悲劇専門というように。しかしシェイクスピアは、これら三つのジャンルすべての作品を生み出したという点で、珍しい存在である。彼の38作ある劇曲には、ハムレット、 1599から1601年、リアウォー、1605年などの悲劇、真夏の世の夢、1594から96年、十二夜、などの喜劇、ヘンリー四世、第一部、第二部、1597年以前マイナス99年などの歴史劇が含まれる。これに加えて彼は、問題劇や、ビターコメディ、または、ダークコメディと呼ばれる作品を書いた。 この中には、尺にはさしを、1603から4年頃、トロイラスト・クレシダ、1602年頃、冬物語、1610から11年頃、そして、終わり良ければ全て良し、1603から4年頃の4作品が、他の作に混じり含まれている。彼の作品の大半が成功を収めたとはいえ、最も優れた作品とみなされてきた作品を、シェイクスピアが書いたのは、 万年期であった。その時期に作品には、ハムレット、1600から2年頃オセロ、1602年、リアウォー、1604から6年頃マクベス、1599から1606年頃アントニーとクレオパトラ、1606から7年、そして、共作者なしで、彼が書いた最後の作品、テンペスト、1610から11年頃が含まれる。 この時期の重要な劇作家は、シェイクスピア以外では、クリストファー・マーロー、ジョン・フレッチャー、ベン・ジョンソン、そしてジョン・ウェブスターがいる。マーローはシェイクスピアより数ヶ月早く誕生しただけの、同時代人であるが、マーローが自らの作品の主題として、博学者の道徳的問題に、他の題材以上に注目していたという点において、両者は異なっている。マーローは、 近代科学によって開かれた最先端の領域とドイツの題材に基づいた図画に魅了され、異形の念を抱いていた。そして彼は知識への渇望と人が生み出した科学技術の力を限界へと押し進めていこうとする欲望に取り憑かれた科学者、魔術師を描いたホースタス博士の悲劇1592年頃によってファウストの物語をイギリスへ紹介したのである。 ジョンソンは、風刺劇、とりわけ、1605から6年、1610年、といった作品によってこの時代で最も知られている劇作家である。ジョンソンは、宮廷仮面劇、俳優たちが仮面を着用して演じるをもしばしば執筆した。しかし、ラテン文学の典型的な人物描写からも影響を受けていた。それゆえにジョンソンは、 典型的人物やカリカチュアを作り出す傾向があったが登場人物たちは非常に生き生きと描写されているため典型的人物を超越する存在となっている。ジョンソンはの支配者であり才能を目覚ましき風刺作者であった。ジョンソンが手掛けた著名な喜劇作品であるボルポーネは金を騙し取らんとする人々の一軍がいかにして最高の詐欺師騙されるのかを 悪徳により罰せられる悪徳をお読者たちに見せている。ジョンソンのスタイルを踏襲する劇作家たちの中には、とジョン・フレッチャーを指すも含まれる。ボーモントが手掛けた喜劇作品である、1607から8年頃は流星する中流階級、そして特にその中でも文学趣味を講述筆記させるふりをするものの、その実文学については全く無知である成金たちを、 風刺している。物語の中で、食料を品屋の夫婦は、読み書きができない自分たちの息子に、舞台で主役を演じさせようとして、プロの俳優たちと口論する。ジャコビアン期の演劇で、風刺劇の他に人気があったのは、復讐劇であった。このジャンルは、ジョン・ウェブスターによって広められたが、シェイクスピアの、ハムレットや、タイタス・アンドロニスをも含む、ウェブスターの代表作である。 白い悪魔、1612年と1612から13年は気悪く穏やかではない作品である。ウェブスターは人間の本質を最も寒腐なきまでに暗く描くことによってエリザベス朝及びジャコビアン記の劇作家としての名声を得たのである。ウェブスターの悲劇作品は人間の恐ろしいまでの像を読者に示している。そして自作の詩 1918から19年の中で T.S. エリオットは人々の記憶に残るようにこう言っている。ウェブスターはいつも皮膚の下の頭蓋骨ザスカルビニースザスキン二行目を見ていたと。ウェブスターの劇作品は大体18から19世紀には人々の記憶から忘れられていたが20世紀に入ると強い関心の復活が起こり再び人々の目に触れるようになった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。